完成しました。クリーミーなとっても美味しそうな香りが広がっています。それでは早速いただきます。せっかくなのでキノコとベーコンと一緒にいただきます。おいしい。キノコとベーコンがこの和風のクリーミーなソースとねよく合います。ベーコンのジューシーさとキノコの食感、そして柚子胡椒のスパイシーなアクセント、これがね、ほんと最高ですね。うまっ。このレシピはフライパン一つで作れるほどとっても簡単なんですが、具沢山でとってもね、満足感があります。柚子胡椒の癖がね、苦手な方もいらっしゃると思いますが、逆に僕は柚子胡椒のアクセントが好きなので、ほんとにね、このパスタが大好きです。レシピはいつも通り下の概要欄にまとめてありますので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介します。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回。バイバイ。